おざっすマッシュです。もっちゃんです、はい、今日もやっていきましょう。キングオブキングダムということで、今回はレベル7都市攻める、イエイ。レベル7ですよ。この意味分かってますか？分かってます。実は1回やりましたよね、挑戦。あ、それ言います？僕を困ってました。負けました。でこのアテネっていう建物がレベル7っていう都市なんですけど、多分やで、オリエン地区で一番レベルの高い都市やと思ってる。でレベルの高い都市って何かって、まあどういうことかっていうと、めちゃめちゃ強い都市。だからこの都市を落とすには相当な人数いると思ってます。でこのアテナの都市見てもらうと分かるように、防衛軍部隊 25,500×60、 これ60部隊もいるっていう。で前回は確かこれ削って47ぐらい残りで終わって、全然届いてない。さあ、もちゃんちゃんと来てる？はい、ちゃんとキャンプ地をレベル3にして今回は挑んでます。レベル3で足りる？お、もう5部隊読んで。マジで？よし、じゃあ行きましょう。はい、おい、ゴー。これ前回のさ、私の反省点としたら、うん、兵士がほんまにもう消えるっていうまで戦わせて切って、はいはい、もう出せなくなってしまったよ。なるほど。それの前にちょっと引くことをちょっと今回覚えようかなという。また策。これ兵って補充できるんかな。ちょっとさ、置き換えてるやん、なんか。はあはあはあ、そうやな、置き換えてるかな。なるほどな。自分のキャンプ人多すぎて触られへんのって、なんか触るいい方法ある？めちゃくちゃ拡大させるんやって。はあはあ、これで半分だって。いやでも言うても開始今で14分ぐらいなんか、だからこれで削って、おお、カズヤンがなんかハーラル引いとったで、今テロップで取ったんだ、あいつ。ざっかり28、重職、きつい。今で15分ぐらい経過してる。でもやったらペース悪くないんじゃん。どうなったな、分かん。最後の後結局そっからな、あ、重症なった。あんま豆に返しすぎると行動力の体力減るやろ。それも気ぃつけながらね。あと24、銃切ったらちょっと見えてくんな。きぃー、きつい、きついよ。この防衛軍団を破壊した後のその後よ、問題は。体力はちょっと置いとかなかったな。あと19、あと15、13、13、きつい、きつい、きつい。ただ叩く人がおらんくなってきたぞ。敵部隊が優勝から復活しました。いけー。11、遠いな。直山下。9。重傷で出てきません。と9。あと7。あと4。来たな。もうあと3、2。来た。まあ来たってもうあたかも落とした気分になってるけど、こっからやからな、さらに。
重症やから、このタイミングでもう工場兵器に変えるし、俺変えよう、変えとこう。 OK、 さあゼロなった、来たで、投石者や。本当はこれが時間内に行けるかどうか。行ってくれー、ポンポンポン行ってくれー。あと25分。気はいなぁ。この赤い HP バーガーさん、うん、もう全然減らへんよなぁ、減ってくれって感じやけど、厳しい。あと21分、ちょっとペース的にはきついかなぁ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。待って、平城さん、お疲れ様でした。あの意味分かってる？分かってないです。え、何の始まりですかこれ。どうしたんですか。いやいや、始まりというか終わりよな。意味分かってますよね、昨日ね。うん、めっちゃ大変やったよな。大変やった。まあまあ、いや入ってくんな。この画面見てもらったら分かると思うんですけど、アテネね、結局落とせなかったんですよね。いいとこまで行ったんすけどね。あ、ヒージョさん、いました？待ってね、オリンピックの話ですか？あいつ、ふざけてんな。アテネ集まってみんなで狩ろうぜって言って、ね、昨日動画撮って、突撃ってやりましたよね。やりましたよ。ちゃんと1日前にはメール全体で送って、周知したはずなんですけど。はい。見てない。ちゃんと行けないですし、昨日はちょっとお酒飲んでぶっ潰れてました。あれだれだれ、だからか。だから落とせなかったんか。そんな僕一人の力だけじゃないです。団体戦やんね、これ。ストラテジーゲームって一人の強いやつより人数が大事ってな、みんな言うてるよな。そう、因率とかね。うん、アクティブ数がどんだけいるかっていう。毎日今してます。あ、じゃあちなみに聞きますけど、キャンプは建ててるんですかね。キャンプなんかこの前建てました1個。じゃあ見ましょう。アテネのところにヒデチョスっていう特殊に建ててます。特殊に何を、特殊に建てて、何を言うてんやろ。特殊に、特殊に建てます。特殊にってどれや。もう落としたとこじゃないの。もうそうやな、怒ってます。ちょちょちょってやつじゃん、このちょちょちょっていう、なんかちょちょちょです。いや、北車にもうとっくに終わってますよね今。アテネ落とそうぜっていう話してますよね。してます、してます。アテネはこれしかもずっと前から売ってるやんな。でしかもアテネ攻撃したの2回目なんですよ今回。そうで1回目ダメで、で2回目もっと人数いるなって言ってみんなで予定合わせて昨日ね攻めたんですよね、うん、アテネが見当たらないんですけど。そしてアテネが見当たらないのが言い訳の一つ。そうもうみんな立ててるよね、アテネキャンプね。立ててる、みんな。こんだけみんなが立ててるにもかかわらずヒデチョスはわからない。キャンプレベルも上げてますもん。広いじゃないですか。広い、あの地図、はい、ここに何があるか分かんない。分かんない。わざわざね、マーカーとか立ててくれてんのにね。はい、マーカー、マーカーも立ててますよね。ねえ、マーカーが見当たらないんですけど僕。何の話してたんですか。イエチョスってなんか幼稚園か小学生の子なんかな。理解力がちょっと大丈夫かな。こんだけみんなこんなチャットとかせずになんかちゃんと淡々と立ててくれてる中、ヒデチョスはおかしいな。ストラテジーゲーム経験者のはずやねんけどな。マーカーなんてな、全然よくストラテジーゲームやと使うもんやもんな。そうそう、言い方が分かんないですよ。いや、じゃないのよ。ガチで、え、
うしよう、どうしたらいいですか、僕何かお手伝いできることあれば。いやもう終わってんな、昨日せめて結局落とせなかったよな。いやまあこれはもうヒデチョスのせいっていうことにしておきましょう。いやもうそうですよ、うん、そう、まあ僕のせいかもしれないです。ヒデチョスが昨日いればもしかしたら落とせてたかもしれない、うん、毎日ログインしてるっていうことやから結構な戦力やったと思うね。うん、そう、戦力いっちゃうんです。やのに行かせてない、非常に残念です。残念です。正直戦力は自信ありますよ僕。はい、言いましょうか。いや大丈夫です。はい、じゃあそんな感じでね、アテネ2回目にして失敗ということで、まあ、次こそはヒデチョスがちゃんと来てくれると思うんで、まあ、キャンプもね立てて準備してくれると思うんで、それに期待しましょう。期待してます。ちょっとあの1個聞いていいですか。はい、どこに来るんですかメールとかって。あ、同盟か。説明難しいな。メールの同盟のとこに来てますよね、はいはいはい、スマッシュから。ほんまやほんまや、ちゃんとあの同盟マーカーとかも書いてますね。はい、書いてます。はい、かしこまりました。そんな感じで、今回終わりたいと思います。ではまたね、バイバイ。バイバーイ。バイバーイ。